3年選択日本史ポイント使いです。いろんなイラストや写真を交えながら、解説をしていきますので、ノートと並行してしっかりと勉強してください。明治維新と富国強兵。ノートは138ページから141ページです。丸1、戊辰戦争と新政府の発足です。ではまず、戊辰戦争とは、1868年の鳥羽伏見の戦いから1869年の五稜郭の戦いまでの、旧幕府側と新政府側との一連の戦いです。鳥羽伏見はですね、ちょうど京阪の丹波橋駅のあたりだと思ってもらったらいいでしょう。そしてこの五稜郭ですが、これは北海道の函館市に、なります。でこの戦いはですね、新政府側が勝利し、薩摩藩長州藩を中心とする明治政府が本格的に始動することになります。ではまず鳥羽伏見の戦いはどんな戦いだったんでしょうか。はい、この鳥羽伏見ですが、京都を中心に、旧幕府軍1万5000、新政府軍が5000ということで、旧幕府軍の方が3倍の兵力を持っていたんですね。しかし、数では勝っていたんですが、実質この旧幕府軍の持っていた装備というものはほとんどが旧式で、新政府軍の方ですね、薩摩藩長州藩を中心とする新政府軍は最新鋭の武器を揃えていてですね、巧みな戦略戦術を持っていました。そういうことからですね、旧幕府軍は数では圧倒しながらも新政府軍の勢いに負けてしまい、最終的には圧倒的敗北を喫してしまって、この時ですね、大阪城に最後の将軍徳川慶喜がいたんですけれども、なんと、夜逃げをしてしまって、とっとと江戸に逃げ帰ってしまうというね、そういうことをしてしまいました。そういうことで、鳥羽伏見の戦いは新政府軍の圧倒的勝利という形で幕を閉じます。はい、その後ですね、新政府軍は江戸城を無血開城し、さらに会津藩を降伏させ、はい、この、函館に、立てこもった旧幕府軍をこの五稜郭の戦いで、はいはい、これ五稜郭の、上から見た図ですが、こんな形をしているんですけども、これ西洋式の、お城なんですね。このお城に旧幕府軍の人たちが、立てこもって最後まで抵抗するんですけども、はい、でこの旧幕府軍の当時、総裁であった榎本武明という人物が、最後に降伏してですね、この戊辰戦争が終わるって形になります。ちなみにこの榎本武明という人物は、この郵便マークのですね、この、手のような形ですけれども、このマークを作ったというね、人物でもあるんですね。後に明治政府に出資してですね、いろんな近代日本のために貢献した人物でもあるんですよ。今現在の東京農業大学の創設者でもあります。はい、新政府の発足です。五箇条の正門、
五箇条の正門とは、明治天皇が、新政府の目標や方針を誓った、文書ということかな。当時明治天皇は16、17歳ぐらいの今でいう、高校生ぐらいの年齢だったんですが、その明治天皇が、これから新しい、日本をこうしていくんだという、ね、誓いを、文章としてまとめて、言った。実際、明治天皇はほとんどこの文章を、作ってはいなかったんですけれども、いずれにしてもこの御誓文に基づいて明治政府は政治を動かしていくことになります。では次、御坊の啓示ですが、御坊の啓示は、このようにですね、難しい言葉並んでいますが、五輪道徳遵守、徒党豪祖朝参禁止、キリシタン蛇集門厳禁、万国公法履行、豪祖脱走禁止というような形で、国民に、命令するような形で、示したものなんですね。ちょっと難しい言葉ですから簡単に言うと、要は道徳を守れ、一揆をするな、キリスト教を信じるな、国際法を守れ、故郷を捨てるなということを言ったわけですね。で、今みたいにですね、テレビがあるわけでもない、新聞も、まだ今のようにですね、普及していたわけじゃありませんので、じゃあこれをどうやって国民に、知らしたのかということで、これですね。考察という縦看板のようなものに、書いてですね、そこら中にですね、こうポンポンと立てていって、今でも町に掲示板がありますけれども、そういう形でこう国民に知らしたということなんですね。これ見たら、どうですかね、これ漢字書かれていますけれども、これでも何書かれているかよう分かりませんが、実はですね、当時、国民のほとんど、庶民のほとんどは漢字を読めません。学校に行ってたわけじゃありませんからね、お百姓さんとかは。だから、漢字が読めませんから、実際見てもですね、なんのこっちゃっていうようなところで、実質、当時の人々はですね、一体これが何を、書いてるんだろうなという形で、ほとんど理解してなかったというのが現実だったんですね。丸に廃藩置県です。まず藩籍奉還ですけども、新政府は天皇を頂点とする中央集権国家を作るために藩主に土地と人民を朝廷に返させました。で、旧大名を地藩寺として任命して、そのまま藩の政治を担当させました。このようにですね、江戸時代の大名はそのまま引き続き地藩寺という名前に変わっただけで、領地と領民の支配というものは基本的には変わりませんでした。いわゆる名前だけが変わっただけであって、これでは明治政府としては何も変わらないということから、新たな手を打つことになります。では次、廃藩置県ですが、藩主は地藩寺としてそのまま藩政を行っていました。しかし効果が薄かったので、そこで、地藩寺を廃止して中央から新たに、府知事や県令を派遣する廃藩置県を断行しました。当然、じゃあそれまでの、大名、殿様、地藩寺はですね、新たな、人がこれから私が治めますなんて言われても、聞いてないよっていうね、そんな状態になったのか、どうか分かりませんが、
要はですね、もうそれまでの殿様大名はもうおやめくださいということになったわけなんです。でそのまま父府知事や県令はその政治治安を維持し、はい、このようにですね、領民領地は、はい、今度は府知事や県令が支配する形になるんです。まあ、しかし、ね、殿様と違って県令は定期的に交代するんだということで、府知事県令はその後ですね、まだ当時は選挙はなかったんですが、定期的に変わっていく形になるんですね。今と同じように、今、都道府県知事は4年ごとに選挙が行われるんですけれども、まあ、当時もですね、4年単位で交代して形になって、今のような制度にやや近くなるということなんです。はい、こうやってですね、東京から派遣された新たな役人が地方に行くことによって、明治政府が全国に支配権を及ぼす形になっていく形になるんです。では次、岩倉使節団ですけども、明治が始まって、3年経った1871年11月、はい、江戸時代に結んでいたこの不平等条約を改正するためにですね、岩倉具視を全権大使、まあ、リーダーとして、県欧米使節団を、アメリカに向けて、派遣しました。はい、横浜から行ったらしいんですけども、でその後ですね、一行はサンフランシスコに到着後、ワシントンで、アメリカ大統領と会って、条約改正の交渉に当たるんですけども、実はこの時ですね、とてつもない失敗をしてしまいました。要は、委任状を忘れてしまったんですね。要は、天皇が、出す委任状がないとですけども、当然相手側の国々は、じゃあ君たちは一体何者なんだと。じゃあ君たちの国のトップは誰なんだということで、天皇ですと。じゃあ君たちのトップである天皇の委任状はないのかと、許可書はないのかということを言われたところ、いやありませんという形で、なんと大久保利通が日本に控えして、天皇の委任状を取りに帰るなんていう、ね、失態をしてしまったんですね。まあ、実際はもうね、このような国際ルールを知らないような国とはもう話にならんということで、実際はもうほとんどね、交渉のテーブルに着かせてもらうなんてことができなかったわけなんです。でそうしたことから、はい、これが、岩倉使節団がサンフランシスコで撮った、記念写真なんですけれども、その後ですね、アメリカそしてヨーロッパ諸国を回っていろんな、ね、制度や文物の調査研究のための視察に専念することになりました。実質はもう不平等条約を改正する話などほとんどできなかったということが現実なんです。はい、これが伊藤博文、大久保利通、岩倉具視、木戸孝允ですね。明治時代を、担う重鎮たちが、日本を離れてアメリカ、ヨーロッパに行くことになったわけなんですね。まあ、実際日本はまだまだ欧米諸国では未知の国に過ぎなかった。まあ、東洋にある本当に、ただ単なる小さな国に過ぎなかったというレベルだったということを理解してください。では次、市民平等です。では次、封建的な身分制度の撤廃。江戸時代に確立された身分制度を廃止し、公家大名は家族、武士は士族、農民、町民などは平民と呼ばれるようになりました。
これが、当時の人口構造なんですけども、1872年当時、日本国民は約3300万人いたんですけども、そのうち 95% は平民ということで、お百姓さん、商売人、職人さんたちが占めていたということなんです。一方で、元武士、士族は約150万人ということで、まあ、ちょうど今の京都市の人口が145から6万人なんですけども、まあ、その京都市の人口の、まあ、プラス、まあ、5万人ぐらいの、人たちが、武士族だったということになるんかな。では次、実力処分ですが、江戸時代武士は将軍や大名から俸禄をもらっていました。要は給料をもらってたんですね。で、この俸禄は江戸時代の、武士にとっての、既得権益でもあり、特権でもあったんです。そもそも武士というのは他に収入を得る方策がありません。要は俸禄がなければ生活できなかったんですね。これが当時の、国家の歳入歳出なんですけども、この歳出のところを見てください。実録っていう言葉がありますが、この実録っていうのは、士族に、かかるお金のことやと思ってください。それが約 30% を占めてるんですね。当然、新政府は実録として給料を士族に払っていたんですけども、もう国家予算の3割 30% を占めるっていうのは非常に大きな負担になってですね、いろんな、ね、ことをしたいと思っていてもなかなか予算が回せないということから、当然困っていました。その一方でですね、何の用も足さない士族たちに、多額のお金をかけるっていうのは非常に、ね、困ったことでありましたから、そのためですね、何とかしてこのタイミングを見計らって、この実力ですね、要は士族に払うお金を何とかなくせないかということにしたわけなんです。そこで政府は1873年に実録法官の法という法律を定めて、金録公裁証書というものを与えて実録を全廃しました。この金録公裁証書というものは今でいう退職金にあたるもので、実録処分とは現在でいう、早期退職制度になりますね。まさにこの実録処分というのは明治の大リストラだったんですよ。その一方で士族はその退職金を元手に士族は新たな仕事を始めるんですけども、なかなか士族、元武士たちはですね、プライドが高いことから、今でいうですね、営業とかですね、やっぱりこう頭を下げて、商品を売りに行くなんていうね、ことはなかなか難しかったのかな、なかなかできなかったんですかね。はい、このようにですね、多くの士族は慣れない仕事に、商売にね、失敗していきました。結局はうまくできずにですね、仕事が続かないということが多かったんですね。で、そういうことから士族の商法というね、そういうことわざが、言葉が生まれるきっかけにもなったんですね。これが当時の、士族が、商売をしている、姿を描いたものなんですけども、これですね。これがよく士族の商法と一緒に、示される、絵なんですけども。要は、士族というのはですね、簡単に言うと、働かない公務員だったということなんですね。当然ね、働きもしないのに給料だけもらうなんていうね、そういう、ものは当然許されるわけではなく、明治政府はこのようにですね、大リストラを刊行したということなんです。しかし一方でですね、少数なんですけども、士族の中にも大実業家になった人もいます。その中にはですね、後に今の三菱を経営する人も現れました。その人は元士族だったということなんです。
では次は地租改正です。ではこの地租改正というものはどういうものやったかというと、もう大土地改革だったということで、長年続いてきた、土地制度を根本から見直す、簡単に言うとリセットをして新たな土地制度にするということだったんです。これは、新しく、できた明治政府にとってはですね、絶対にしなければならないもんだったということなんですね。江戸時代の税金はお米が基本なんです。お米を自分の所属している藩主のもとへ納めることが納税という形になっていたんですね。要はお米で、払っていたんですけども、しかしお米には致命的なデメリットがありました。それは、当然お米っていうのはですね、当時は豊作不作の波がありました。いうことからですね、取れる年と取れない年が、必ずあるわけであって、税収が安定しないというデメリットがあったんです。当然豊作の年は嬉しい誤算なんですが、不作の時には困っちゃいますね。実際江戸時代には大飢饉が起こるたびに幕府は財政難に苦しんで、人々はですね、もう非常に困ったということで、そこで明治政府は米や気候に左右される不安定な財源なので、不作でも徴収できるお金で納税させればいいんだと、ね、要はいちいち米で払わせるんじゃなくて、もうお金でいいやんということから、もうお米をで払わせるということをもう根本からやめてしまおうということにしたわけなんですね。要するに、せっかく年貢、米を徴収してもお金に換えないと使えない。だったら最初からお金で納税させれば手っ取り早いということなんですね。では、1873年に公布された地租改正条例とはどういうものだったんでしょう。地租ですけども、これは土地にかかる税、ね、先ほども出てきましたが、米で納めるものから現金で納める。そして、次ですね。物納を金納にする。要はお米からお金にするということ。で、当然お金ということになりますと、じゃあ何を基準にお金を取るのかということですが、地価ですね。その土地の値段を定めて、その土地の値段の3%を税金として納めさせる。いわゆる、お米の、量とか生産だとは全く関係なく、その土地の値段が全て基準になったということなんですね。で、プラス、それまでは基本的にですね、農民が、お百姓さんがお米をね、当然、耕して作ってるわけですから、払っていたんですけども、明治になってからは、その土地をですね、田んぼに使おうと畑に使おうと何にしようと、構わないと、その土地の権利者が、土地の所有者が税金を払う人、ね、実際その土地で、働いていても、その人が権利者じゃなければ払う必要はありません。その土地で誰が働いていようと、その土地のオーナーね、所有者が税金を払うという形、今と全く同じやり方にしたわけなんです。で、その権利証ですけれども、地権を所有している人には、その地権によって所有権が保障された土地の値段に基づいて、一定額の税金を納める義務を課したということなんですね。で、簡単に言ってしまうと、いろんな今、税がありますがね、所得税とか、消費税とかありますけれども、当時のこの、税の、種類としては、今でいう固定資産税のようなものやったと思っていただければいいでしょう。では次、地租改正反対1期。
当然この地租改正というのは、今まで、行われてきた土地制度を一旦リセットして新たにものにするんですけれども、そんな簡単にできるものではありません。いろんな手続きもあったんでしょうけれども、当然、庶民たちはですね、いきなりそんなことを言われても、ね、今まで通りじゃいいじゃないかみたいなふうに思う人もいるのであり、で、あともう一つはですね、この地租改正によって税負担が軽減されるんじゃないかという、そういう期待もあったんですね。しかし実際は江戸時代とはほとんど変わらずに、税を納めなきゃならないということから、そのね、不満はどん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 たまりにたまっていって、この、改正が行われる2年後の1875年頃から各地で農民たちによる地租改正反対期が起こるようになりました。1876年には今の三重県を中心に当時としては最大クラスの一揆まで起こることになってしまいます。で、そのようにですね、農民たちは、自分たちを、犠牲にしながらもですね、新政府からなんと減税措置ですね、税率を 3% から 2.5%、まあ、一時的ではあったんですけれども、下げさせることに成功しました。今現在では消費税をね、下げてくれとか元に戻してくれとありますが、なかなか難しいのかもしれませんが、ね、当時の庶民たちはものすごいパワーがあったんですね。なんと税率を下げさせることを、認めさせるっていうね、ことまでしました。さらに5年ごとの地租見直しの撤廃、増税廃止まで勝ち取ることになってですね、この地租改正反対期というものは、庶民たちが、頑張ってですね、税率を下げさせるっていうね、ところまで成し遂げた。はい、非常に今ではね、考えられないことだったんですけれども、当時の庶民のパワーってすごいなというふうに思ってくださいね。これで明治維新と富国強兵の位置を終わります。続きはナンバー2で行いますので、しっかりと勉強をしておいてください。